はようございます。大家淳の建物ホーム、本日は世田谷の閑静な住宅街に来ています。本日は松谷さんという方のお宅なんですが、世田谷の住宅街に入る立派な一軒家、素晴らしい。早速行ってみましょう。おや、これは素敵なインテリアだ。バツの字、大家淳です。おはようございます。大家淳です。大家淳です。おはようございます。大家、おはようございます。大家淳です。おはようございます。建物訪問です。あ、わかりました。今日でしたっけ。はい。あ、すいません、ちょっと昨日うちの空き巣に入られまして。はい、ちょっとそういう状態じゃないんですよ。後日というか、いいですかね。すいません。この玄関は白を基調にしているんですね。いや、始めないでもらっていいですかね。はい。見てもらってもちょっともう見せれる状態じゃないんで。わかりました、はい、すいません、なんか申し訳ないですけど、すいません。綺麗にドアが閉まりますね。これはやはりこの直角の形がスッとはまるようにできているんですね。そしてこの白を基調にしたドアに銀のドアノブ、このドアノブが非常に。何やってるんですか。建物訪問です。いや、だから後日にしてって言ったじゃないですか。近所とか 変な感じになっちゃうんで、なんか一人で喋られてると。だから後日でいいですかね。やっと寝たんですよ、さっき警察帰って。帰ってもらっていいですか。建物訪問。いや、わかりますけど。おはようございます。わかんないですかね。え、じゃあちょっとお茶ぐらい。ありがとうございます。はい、はい、さあ早速入ってみましょう。お邪魔します。この玄関は落ち着きますね。はい、まあ自慢の玄関ですね。素晴らしい。それにしても静かですね。そうですね、はい、さぞかし治安もいいことでしょう。まあ昨日空き巣に入られたんですけどね。わかりました。それでは2階にお邪魔しましょう。こちらがリビングですか。天窓から光が差し込めるようになっているんですね。下に目を移すとフローリングの床、これ全てご主人が考えられたんですか。ええ、そうです。あ、素晴らしい。この窓からの景色もさぞかしいいんでしょうね。あ、ちょっと窓はこちらの。おや、こちらはここが朝起きたら割られてて入られたんでしょうね。入られた。どうですか。いや、空き巣に。なるほど、空き巣がこの窓を割って中に侵入してきた。はい、わかりました。いや、入って正解だったなと。空き巣の足をたどると、やめてもらっていいですかね。消えちゃうんで、足跡とか。はい、わかりました。はい、お願いします。いや、これは素敵なテープアートですね。直角の黄色いこの形、これは警察の方が貼ったんですけど。警察の方、絵があったんですけど、はい、その絵が撮られちゃったんで。なるほど。しかし、その絵が撮られたおかげでまたこの壁を見ることができた。まあ、
うことですよね。なんでそんなことするんですか。こちらが台所ですか。はい、あの絵下ろしてもらっていいですかね。いいじゃないですか。こういう工夫がね、料理を一層楽しくするんですよね。そうですね。まあ、それはですね、カレーだ。なんで手で、これは一晩寝かせてるんですか、ご主人。はい、そうですけど、はい、素晴らしいですね、こうコクが出ていて。なんで手でいくんですか、うん、ポークカレー。あっち側は何があるんですか。あ、こっちですか。あ、こっちお風呂場なんですよ。あ、お風呂場の大理石で、うん、結構一番こだわった。お風呂場は結構です。あ、そうですか。そうですね、まあ休みの日はここに座って、まあ、野球とか見るのが楽しみですね。なるほど、はい、確かに非常に大きなテレビですね。ありがとうございます。まさに一国の主。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大木敦の建物ホーム、次回はあなたのお家にお邪魔いたします。それでは。ちょっとテレビちょっと、I'm not afraid to die.